さて、こいつは、事業拡大、ここで下ろす。はいはい。それと足をかけろ。こいつはここに下ろす。じゃあこいつに任せようかな。何気に順調だよね。さっきのツインステア、ツインステアなかなかすごかったな。てか存在すら初めて見たような化け物トラックだったけど、あんなのがバンバン出てくるのか。ちょっと楽しみになってきたな。今後どんなのが出てくるのか。やばい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 。うわ怖っ。ぬかるみ横転意外とあるなこれ。よーし到着。で板材を2つ積むと。でこれを持っていくのがここなんだけど、ここ抜けらんないかな。これこっち側しかダメなのか。じゃあちょっと大変だな。素直に遠回りするか。意外といけんじゃないかこれ。試しに行ってみようぜ。こっちにはトラック3台来てっからよ。最悪こいつがこけちまっても救助には来れるから。一応チャレンジしてみようじゃないか。でもこいつもシュノーケルがまだ最高にいいやつではないのか。意外となんとかなってる感じだけど。お、詰まったぞ。やばいな、これ引っかかるとこはなくなってきたぞ。結構ピンチかもしれん。いや抜けた、怖い。折れるんか。あれも折れるな。じゃあなんか光ってんのか。
よっしゃー、なんとかなった。めっちゃでかい黄色があるけど、何これ、掘削装置。あー、4スロの荷物積むんだな、きっとこれ。じゃあやっぱあのトラックいるんだな。もしくはでけえトレーラー引いていくか。まあでもあのトラック置いてあるってことはあいつ使えってことだよね。ツインステア。さあ、あとはここが渡れるかだよな、問題は。意外といけんじゃねこれ。ウインチ様々だね。よっしゃ。はい、オッケー。あの橋があればみんなフル稼働で働けるぞ。石油会社だけに油を売る暇がないぐらいせっせと。ひどいもんですな。とにかく礼を言うよ。はい、ありがとうございます。あとはあれ、タフな交渉って受注してなくない？ちょっと一旦ここまで出て、いや意外と道は険しいな、ここ。はい、でタフな交渉を受注したいんだけど、こいつが近いからここへ向かう。こいつサドルにすればよかったな。よいしょ。ある企業が公有地での石油の採掘とは全く関係ないがいい話を持ちかけてきた。必要なものは物資を運び込むための橋と完全なる沈黙だ。やるか。ちょっとなんか怪しいね。じゃあこれも橋？あ、これも板材だ。ここ板材すごいな。なるほど。こいつで、ここいけりゃいいけど、ガソリンがちょっと厳しいかな。これは燃料がなくなりそうだな。まあまあ他の車で救助って手もあるから、行けるとこまで行っちゃおう。
さて、それでだね。これ2個でしょ？それから、事業拡大。こいつも2個なんだよね。こいつが持ってくのはここだ。まあ方向、逆方向っちゃ逆方向なのか。これ燃料か。ああ、これ燃料補給できるな。じゃあこっち先にやるか。こういうルートね。うん。もう一個の金持っていくやつは鉄骨運びがあるから、あれをちょっと、何をどこからどこに運ぶかとかをちょっとチェックして、ついでに回れないかちょっとプラン練った方がいいかもしんないね。よーし、よいしょ。いやー、ここまで持ってきておいて正解だったな、燃料キャリア。オッケー、到着。ほい。さすがだな、しっかりした橋ができたし、石油も出たぞ。おお。上司が君の協力に大変感謝してる。このことは忘れないと言っていたよ。ありがとうございます。石油出たんすか、よかったっすね。ふんで、そうね、ちょっと一旦エンジン切ろうか。カーテンサイダートレーラー、あ、これ、あ、そう、これを持ってくんだ。なるほどね。そんで、その後でコンクリートブロックやらを運ぶ。あ、コンクリートブロックかける2も持ってこなきゃいけないんだ。いや、大変だな、なかなかこれ。で、あとはこれか。まあ、この3箇所に近いな。2個乗ってるね。ここから2個と、まあ、ここからピックアップが1個できるんだね。なるほど。こっからもピックアップできるな。これは、あ、1個積んでる。なるほど。ということは、ここでピックアップでここ、ここでピックアップしてここ、これを持って、ここか。って感じだな。となると、こいつは直進してこっち側に出れるかやってみるか。
やー、カーテンサイダートレーラー持ってくるとこがあるとはちょっと思ってなかったな。あれ大変だな、どうしよう。AWD の、おお、やばいやばい、ついてないトラックで来られるか試してみるか。最悪こっから向こうのマップに取りに行かなきゃいけないからな。まあでももしかしたらそっちの方が早いか。意外と余裕かも。いかん、あーぶねえ、紐が冷えたぜ。これか。なるほどね。いやいやいや、もう全然ダメだな。クレーンとかじゃないな。はい、これでよかったんだ。OK。で、これをここに持ってくんだね。